すいません、すいません、すいません。小坂さんが行ってこいって言われて、すいません。僕は行ったら殺されますって言ったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。田村、何やってんだよ、お前。よかったですよ。ワンコール待って、お前はないだろう。そりゃそうですよ。すごい引っ張り出してったじゃないですか。聞こえてると思うんで、リサにもう一度大きな拍手。リサッチとね、はいはい、ほらバラエティーあんまり出なかったとかすげえ昔に戻りますけど、はいはいはい、そこからアベマで一緒に番組やって、うん、でここで地元で番組やってフェスやりたいねって言ったらコロナで、はいはい、無観客でこの映像がマジで見たかったんです、うん、確かに今日のこのまた6時間ずっといい流れで今日最高だったんじゃないですか皆さん、ね、いや本当に6時間後どうなってますかねって言いましたけどむしろテンション上がっちゃってますからねアンコールっつってんの、まあ、すごいですよいやまだいけるまだいけるまだいけるすごいね、まあ、まだいけるもういいのいけるのリサー素晴らしかったです素晴らしかったですやだやだライジングホープで締めるのはずるいよね確かにそうですねあれはもう上がるしかないし一番前の人間なんかあんなに人間って飛べんのかって飛んでるねめちゃめちゃ飛んでましたよマジでエアージョーダンが6人ぐらいいたからねエアージョーダン入ってねフェイクフェイクレイアップみたいな感じのついてますよね下すごいよスイッチ入れましたよねなんてホーンって言ってドクター中松みたいな人間がいっぱいいたからねいやーリサーチ素晴らしかったありがとうございますいや今日は、うん、もうこのねすごくこうドリーミーな、うんはい、あのイベントじゃないですか、はい、あのしかもね転換中もこんなに皆さん終わった後汗だくであそこに来てくださって、ねうん、でお話ししたりとかしながら、うん、本当にこうトイレ行くいつトイレ行こうみたいなぐらいすごく詰まっているこのイベントを、はい、あの本当にこう出演者の皆さんと皆さんで作っていらっしゃったのでこれ最後まで私持つかなと思ったんですよ皆さんがねお客さんのテンションがそうそうそう、うん、もうさ最初の眉村さんからさやばかったねでしょ、うん、もうずっとずっとバトンをタッチしながら来たじゃないですか、うんうん、だから最後結構ハードな瀬取り組んだけど大丈夫かなって思った出てったら何人かずっとこう黒字に折れ曲がってる可能性があるそう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 した時にねしたら出てきたらもうエアージョーダンがいっぱいいたからねそうそうそう本当に皆さんで作ったイベントだっただと思います、ねはいはい、今日はありがとうございましたさすがでした本当にはいじゃあ本日の出演者の皆さんお願いしますお願いしますそうですよ皆さん全員いきますよはい、皆さん、どうぞ。おいでの皆さん、ゆかりさん、ちょっと待って。素晴らしい。花火、あ、ほんとに。ありがとうございます。そして花火の皆さんです。楽しかった。横でもう千秋ちゃんがもうお客さん以上にジャンプしましたからねだってもうあの始まる前から横にいらっしゃいましたもんいやいってらっしゃいとか言って送り出してくるすごい金ピカなスタッフいるなと思ってめちゃくちゃ光ってるスタッフさんいるなと思ったら千秋さんでしただから宇宙服あったんですね違いますよ違いますアポロのねあの映像みたいな 横でリサさんのライブ見れるなんてと思ったよ今日は真横で見てやると思ってすんごいテンション上がってました横でこんな小さな背中で、うん、日本を背負ってるそれは距離感によりますよそうですね距離感によりますだってすごく華奢じゃない近くにいるとこれぐらいだし遠くにいればこんなもんだし確かに相対的なものですねそりゃそうなんですけど日本を背負ってる歌姫やこれはって思って、ね、なんかもうどんなに経験をしたんだろうって思ってもうお母さんの気持ちがあの他にもたくさん他にもたくさんいらっしゃるって話振ってもいいですかねすいません本当に千秋さん
いやいや、まだ喋りたいこといっぱいあるんですから、千秋ちゃん。感極まっちゃって、千秋ちゃんが。千秋ちゃん、まさに今、もうこのね、最後のライブも見れて、はい、やばかったよね。やばかったですね。だって、千秋さんなんて今日2時半に出演されて、そこからね、ずっといらっしゃってくださって、本当皆さんと一緒ですよ。いや、そうですね。そうだよね。そうそう。ずーっと横で盛り上がってましたから、皆さんと聞いて。すごい体力ですね。6時間だからね。はい。前村千秋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ルーミック最高。はい、はい、そして、はい、フラットオブサークルの皆さんです。フラットオブサークルの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん帰ってきてくださってありがとうございます。いや、もうすごね、すごかったっすね。ごめんなさい、何持ってるんですか。ハリボー持ってません。これ何持ってるんですか。ちょっとグミを食べてました。そうね、あのお酒飲んだと甘いもん、甘いもん食べたいし、なんていうか、なんか偉くない、みんなに気使って、リサちゃんが。いや、私なんかね、なんていうか、なんて、キングというかクイーンというか、そういう、あ、なんで男でも女でもないいい言葉が、ゴッドかな。あ神ですね、ゴッド。ゴッド感あったっすね、今日。神です。最後の挨拶までね、すごい。わあ、いつも先輩にしていただいていることを今日はやらせていただいてます。ありがとうございます。後輩こんな風になりました。大きくなったね。ありがとうございました。先輩から熱い言葉が、ね、ありがとうございます。名古屋でね、フラットのライブをこの近くで見れるのはすごく嬉しいですね。今日はありがとうございました。ここもそしてチェルミコさん、チェルミコ2人で1本なんですね。そうなんですよ。仲いいからいいかなね、はい、最後まで残ってくれてありがとうございました。もう最高でした。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったね。イエーイイエーイ。なんかあの MC 中も言ったんですけど、本当にみんな違うスタイルがある中で、うん、こうルーミックが一個つないでくれてて、うん、それをなんかこう音楽の力を体感できるような日だったんで。確かにね、本当にかっこいいですね。ね、本当ね。ね、びっくりしたね。俺今日何もやってないっす。すっごい振り難しくないですか、うん、イージーブリーディーの。ちょっとね、あ、下ろすんだここはとか、ね、でもそれにすぐ順応されて。いや、だからエアジョーダンたちなんで、本当にエアジョーダンじゃないけどね。あれ普通にサンダルの方もいらっしゃる。ラフだね。よくサンダルであのジャンプできたね。おーっつってるけど、おーっつってるけどねえ、今日は全部口パクで歌っていただきました。いやいや、そんなことないでしょ。ちゃんと喋ってたでしょ。喋ってた。ねえ、綺麗ねえ、すごい上手な録音で。いやいやいや、だとしたらもうちょい埋まるわ。もうちょい欲しいよ。FNS ね、FNS 歌謡祭のような録音でね。いやいや、違いますよ。そんなせいないよ。ガチャガチャやったわ。楽しかったですか。いや、でも楽しかったですね、本当に。ありがたいです、本当ね。本当はバツッとライブやってもらいたかったんだけども、ボイメンだけ予算がちょっと高くて。予算、そんなわけないでしょ。ボイメンだけ高いんですよ。このラインナップボイメンが一番安いです。はい、交通費もかからないし。俺チャリで来てんすから、ここまで。みんなそうなんです。チャリで来たよ。リハ終わりチャリで帰ったよ。チャリで全部来てる。チャリで全部来てますから。めちゃめちゃみんなこの辺なんでね。いつでも呼んでくださいよ。すごいな。それは参りました。ありがとうございます。衝撃を残しました。花火屋でございます。パワーがすごい。すごかったね。ありがとうございます。頭振るし、ジャンプするし、ブワー言うし、ブワー言うし、可愛くやるし、ありがとうって言うし、言うし、もう一国堂ですよ、一国堂。本当にパフォーマンスバリかっこよくない。で、何よりもね、音でかい。すごい。ありがとうございます。どうでしたか。いや、本当になんかこういろんなジャンルのアーティストさんと一緒に一日作るっていう日だったので、なんかその一部になれたことがすごく嬉しくて、で、リサさんの最高のライブで締めくくられたという、もう本当に最高な一日で、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。花火屋の皆さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてピコ太郎さん、ピコちゃん今帰っちゃいまして。あ、え、ボイメン帰ってきて今。そうなんですよ。そうですよね。太ってる人のへそを洗うバイトしてまして。なんなんですか。なんでその太った限定なんですか。太ってる人のへそを洗うバイトしてまして。自分でギリ洗えるでしょ。太ってる人ってへそが一番臭いんで。そんなことないですけど。そうなんですけど、帰ってしまいまして、はい、ちょっと言ったんですけど、ピコ太郎さんもあのたくさん盛り上がっていただき、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ルーミック。
ックって言った後、田村が一人でフェスティバルって言います。いやいや違うんですよなんでみんなでルーミックって言ったら一人でフェスティバルって言わなきゃいけないんですか。これをみんなで言いましょうよ。で、これを田村でやりますんで。いやいや違う違う違う、なんでルーミックって一緒に言ってください。 OK ですか。そしてはい、いくよ。さっきせーのいくよ。え、誰がせーのって言うのいや、それはリサさんが言ってくださいよ。私いくよ、はいはい、なんで、はい、いくよ、いくよ、せーの、ルーミックフェスティバルやっぱりパワーダウンしてるじゃないですか。これにしよう。いや、だこれにしちゃダメだ。それからフェスティバル言いたい人いるあ、じゃあ、今一番最初に女性の今開いてあげた、あの人にフェスティバルって言ってもらおう。あ、そうですね、一回ね、本当一回あの人に集音マイク向けてください。はい、集音マイク向けてください。えらい人、抜けやすいようにずっと手を挙げてますよ。お姉さんいける立ってください、フェスティバルで。よし、でフェスティバルで立つんですか、フェスティバルで全員がおぉおぉそうみたいな、そんなコントみたいなことしていいんですか、このフェスで。面白くなかったらごめんねルーミックフェスティバルいい間でしたね、いい間でしたね、いい間でした。ギリギリ心配になるかならんかのギリギリの今ですね。ギリギリの放送事故にならないギリギリのまで最高。ありがとうございました。